横浜市で開業しております戸塚駅前内藤歯科院長の内藤です。今回は大人の方で歯の弱い方に予防歯科をおすすめするお話をしたいと思います。今まで歯の治療をたくさん受けてきたという方、若い頃削っては詰めるという治療から始まり、そのうち神経を取る治療になり、抜歯になり、入れ歯やブリッジ、インプラントなどの治療法で腕が良い歯医者をあちこち探し回り治療を受けてきたという方、年になったら自分の歯では食事ができなくなっているんじゃないかと不安に思っていらっしゃる方、このような方に特にお話をしたいと思います。結論から言うと、今からでもいいから予防歯科をしましょうというお話です。最後までご視聴いただければあなたの歯科の常識が変わることになると思います。さあ本題に入ります。私が20年歯医者をやっていて思うのは、削って詰める歯科治療は歯に悪いということです。自分や親族にはこのような治療はしたくないと思い予防歯科をしているのですが、そのおかげで削って詰める治療をする機会はかなり少なくて済んでいます。削って詰める歯科治療が日本人の常識となったのは実は60年くらい前からです。昭和36年1961年の国民皆保険制度、今でも病院にかかると保険証を出すと思いますが、その制度の発足からです。当時の日本人の歯は現在と違い虫歯がとても多く、また裕福でなかったため治療費の多くを国が負担してくれる日本独自の保険制度による歯科治療は国民に大歓迎されました。昭和40年代50年代虫歯の洪水と呼ばれた時期であり、歯医者一人で1日50人以上診療していたというスタイルが一般的でした。1日50人というのは1時間で 6人見る計算になり、1人当たり10分で麻酔をかけて削って全ての治療を終了させなくてはいけないため、患者さんの話などは聞いてる時間は一切ありません。治療中痛くて手を挙げても我慢しろと歯医者さんに一喝されたと、当時の歯医者は怖かったという話は年配の方からよく聞きます。しかし虫歯の洪水の時代、昭和40年代50年代はそれでもニーズがあり、まあ決していいとは言えないのですが、まあ当時はそういう時代だったんです。おかげで日本人の口腔内の状況はそれ以前と比べるとだいぶ良くなったわけです。ですから国民皆保険制度による歯科治療は大成功だったと評価していいと私は思うわけです。しかし問題はここからです。虫歯の洪水の時代から半世紀近くが経過し、随分時代が変わりました。日本は豊かになり、歯医者の数は多くなり、歯科治療の研究も進み、道具も材料も良くなった。子供の虫歯の数は減り、80歳での歯の残存数は多くなりました。一見いいことづくめのように思いますが、大変残念なのは今でも虫歯の洪水の時代に作られた常識が色濃く残ってしまっているということです。現在でもその常識にかなり縛られてしまっていて、時代がこれだけ変わっても新しい概念に移行することができていないということです。これは歯科分野だけではなく日本の多くの産業においても同じようなことが言えます。高度成長期の成功体験、常識から抜け出せない日本人の気質も影響していると私は考えます。そのため日本の歯科医療は世界から見るとガラパゴス化していると言われています。例えば分かりやすい例で申し上げると、銀歯というのはほぼ日本独自だということを皆さんご存知でしょうか。銀歯は今でも歯科治療でよく用いられていますよね。もしかするとあなたの歯にもいくつかついてるんじゃないでしょうか。
しかしこの銀歯、外国の方が見たら、なぜ日本人はこんなに目立つ色のものをわざわざ歯に入れているんだいと言って不思議がります。欧米人はセラミックスやジルコニア、レジンといった白い材料で歯を直すのが一般的だからです。しかしこの銀歯問題は見た目だけであり、大した問題ではありません。銀歯は目立つだけで、医学的にセラミックスやジルコニアから大きく劣る材質とは言えないと私は考えているからです。私の考える最も深刻な歯科医療のガラパゴス化というものは、歯科医療というものは削って詰める治療であるという常識があまりにも深く日本人に染み付きすぎてしまっているということです。患者さんももちろんそうなんですが、実は我々歯科医療に携わる者も例外ではありません。この常識は虫歯の洪水の時代に確立され受け継がれてきた常識であり、日本のその時代では確かに成功を収めました。しかしもういい加減、令和の時代は削って詰めるという常識をアップデートしていい時期かと思います。欧米に目を向けてみましょう。欧米では歯科治療が日本のように安くないために、また歯はステータスの一つという概念もあり、予防歯科が広く普及しました。そのため神経を取る治療も少なく、歯も日本人よりも多く残っています。予防歯科とは具体的に申し上げれば、虫歯や歯周病になる前にプラークや歯石を取ってしまうということです。欧米人は日頃のセルフケアを日本人よりも熱心にしているのですが、それ以外にも数ヶ月に一度、痛くもないのに定期的に歯医者に行ってプラークや歯石除去のクリーニングを受けて、さらに歯科衛生士に歯ブラシ指導も受けます。その際、唾液検査やポケット検査、細菌検査などを行う場合もあります。担当のいつもの歯科衛生士がいて、数年間お口の中の変化を見てくれます。歯医者による担当医制ではなく、担当歯科衛生士という言葉は日本ではまだ馴染みが薄いかもしれません。それはまるで日本人が床屋や美容院に定期的に行くような感じです。プラーク、歯石がなければ虫歯歯周病は発症しません。プラークがあって初めて虫歯や歯周病になります。このことをご存じない方が非常に多いので覚えておいてください。もう一度言います。プラークがあるから虫歯や歯周病になるんです。ちなみにプラークが石灰化して硬くなったものを歯石と言いますが、この動画ではプラークと歯石は同じようなものとして説明していきます。私はよく患者さんに、プラークと歯はシロアリと家の関係に似ているという例え話をします。あなたの家がシロアリに食べられて天井から雨漏りがしたとしましょう。あなたはどうしますか？まず大工さんを呼んで天井を修理してもらうでしょうか？いや、それよりも先にシロアリの駆除業者を呼んでシロアリを駆除すべきですよね。原因を取り除く方が修理をするよりも先ですよね。シロアリの時にはそういう当たり前の正しい判断ができるのですが、しかしなぜか歯の場合、治療だけやって原因であるプラークは放置してしまうんです。あなたも歯の治療した後、歯の磨き方を反省して変えましたか？おそらく変えていませんよね。先ほども申しましたが、虫歯や歯周病の原因はプラークですよ。なぜプラークを放っておくのですか？理由は2つ。1つ目、プラークの中の細菌が肉眼で見えないからです。シロアリは
肉眼で見えるから気持ち悪いってことで駆除することに積極的になるかなと考えています。しかし3000倍の顕微鏡でプラークを見てみると、プラークの中もこんな感じです。さらに数だけで言ったらシロアリのヒレはありません。この白いプラークを見たら、あなたの歯にもこのような細菌がうごめいているんだと思い出してくださいね。理由の2つ目、先ほども申し上げた虫歯の洪水の時代に作られた常識が未だに色濃く残っているからです。歯は虫歯ができてから治療するもの、削って治すもの、腕の良い歯科医師が最新の治療設備や材料で治療すると歯は長持ちするといった前時代的な思想から抜け出せないでいるというわけです。歯についているこれがプラークと知らない人もいますし、プラークの中にこれだけの細菌がいると知らない人も多いのです。唇をめくってプラークがついているか確認する意識の低い方が日本人の場合ほとんどです。そういう本質的なことを本気で説明しない歯科医師側の意識にも問題があるんじゃないかと思っています。その割にブリッジだのインプラントだの入れ歯だとか治療法はよくご存知なわけですね。歯科医師がプラークを除去して歯を守ろうということを患者さんに教えずに、歯がダメになってからの治療法ばかりを説明する現在の歯科医療、何かおかしいと思いませんか？本来は年を取ってから自分の歯で食事ができるように歯科医療があるべきだと思うのですが、シロアリを駆除するようにプラークを取りに歯科医院に来てみませんか？プラークや歯石に対してシロアリと同じような危機感をぜひ持ってください。プラークの中にはこのような細菌がぎっしりと詰まっているのです。シロアリをプラークを駆除してくれるのは歯科衛生士という国家資格を持った彼女たちです。あなたの歯を守るのは実は歯医者ではありません。歯科衛生士なんです。歯医者ができるのは削って詰める治療です。放置しておくよりも多少マシだという程度のことしかできないんです。歯医者の治療をしょっちゅう受けているようでは年を取って自分の歯で噛めなくなりますよ。私は歯ブラシでは歯は磨ききれないと考えています。プラーク染色器で赤く染めてみたらわかりますよ。歯は自己流では1日30分やっても磨ききれません。プラークはそんなに甘くないんです。細菌の増殖スピードは1時間で2倍、これは半日で数千倍になるという計算です。プラークはシロアリよりよほど強敵だと思います。ちなみに話は随分逸れてしまいますが、少し衝撃的な未来のお話をしましょう。現在細菌株の移植という研究がされていて、歯を磨かなくてプラークがべっとりとついていても虫歯や歯周病にならない時代が来ると考えられているんです。すなわち虫歯歯周病が絶滅するかもしれない研究が本気で進められています。お口の中の細菌を病原性の低い細菌ばかりで構成し、プラークを弱毒化しようという試みです。予想では2050年くらいのこととのことなんですが、成功すれば歯科医療史上最大のイノベーションとなるでしょう。まあ将来のイノベーションを予想するのは難しいので、本当にそうなるかは2050年になってみないとわからないということになりますが、すると2050年までは予防歯科でプラーク歯石を取るしかなさそうです。予防歯科が現在できる最高の歯科医療だと考えます。削って詰める治療、神経を取る治療はなるべくしないようにしたいものです。よろしく。当院でも7名の歯科衛生士が欧米と同じく担当制で患者さんの歯をメンテナンスしております。
毎回同じ顔の担当の衛生士が拝見いたしますので、腫れている場所や汚れている場所を毎回チェックができます。時間をかけて丁寧に細菌検査やプラークの赤止め、はたまた雑談などフレンドリーに対応しております。横浜近郊で年をとっても自分の歯で食事をしたいとお考えの方、当院へいらっしゃってみませんか。大きな入れ歯を入れている方でも残りの歯を守ることはできます。今さらもう遅いなんてことはないんですよ。また当院に通えない遠方の方も、お近くの予防歯科に力を入れている歯医者さんにぜひ行ってください。歯科衛生士があなたの歯を守ってくれるはずです。さあ、いかがでしたでしょうか。歯科医療に対する常識はアップデートできたでしょうか。削って詰める治療からプラークを取る予防歯科に、あなたの考えは変わりましたか。ご意見ご感想ありましたらコメント欄にどうぞ。それでは。